こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。ルパン×モンストコラボということで、第4弾目のね、ゼネガタ警部のクエストをやっていきたいと思います。メンツがまあそう、それでノーコンでエクストラステージに行くとルパンがゲットできるので、やっていきたいと思います。神川さん、進化ガイル、レイちゃん、なんかワープがあるらしいんで、持ってルパンが行ってみよう。私ガイル連れてるし大丈夫か。 ICPO のマルフィーム、チャラン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 チャン、頑張ってきます。レイちゃん身につけてないから、あー、泣いちゃった。まあ、いっか。大丈夫でしょう。お、いいんじゃない。波動拳なんかあれだね、ルパン、ルパンっぽいっつか、なんか銭形っぽい感じがするよ。で、ね、今日なんで緑ジャケットかっていうと、ルパンだからです特に意味はなし。これいいね。ルパンさ、今赤いジャケットだけど昔は緑だったじゃん。だから本当にこうしてみましたよっとさ。お、もうボスじゃない。まあこれは極っていうか極みだから、この後のエクストラステージに備えて頑張らないといけないんです。ちょっと鼻声気味なのかな。変な攻撃力だったらそのまま行けばいいかなと思ったら結構削れた。なんか呼んでて刺さりたいな。いいんじゃない。うわ、出れないねこれ。もう出るとこ、今に見てろ、今に見てよ。これまた敵呼ぶパターンやないっすか。あ、SS のエールがよかったね。忘れてたよ。まあでも、もう出るでしょう。この後が勝てるかどうかが問題なんだけど。ルパンルパン、あ、またルパンルパンでちょっと、あれ、おっしゃった、綺麗な縦感だったね。あれ他人一人には大丈夫だと思うんですよ。どう、いつか必ず対応してやる。大
迷子してやる。あれ落ちなかった。これ直ドロじゃないっけ。で、ズニガタさんは直ドロではないの。わからないんだけど。まあここは前哨戦でございますので。おお落ちた。はーい、ゼニガタケールゲット、スーパーレア。はーい、挑戦するよ。進出、鬼没の大泥棒参上、進出鬼没の大泥棒。頑張ります。ちゃんと取れてるし頑張っていくよ。いいかなぐらい。すごいね、ワープの数。まあそっか、大泥棒だからいろんなところがワープするからってことね。いい感じ。アビーロックしびれるんかい。結構大変だな。あーナイス。あー倒してくれと思ってた。30ターンだって長そう。戦いが水色ゲージからとこから。あー全員来るのね。うわ上行っちゃった。最悪の、何やってんだろう。シリカちゃん怖いの。何何シリカさん怖いの。これってさ、ルパン倒したら帰ってくれんのかな。おお、ワープが消えた。ってことはルパンとかを早く殺した方が。全然ワープ消えてなかった。受ける。あ、火力欲しい。ダメだ。あ、取れた。うわ、なんという運の良さ。今のは完全に運が良かった。間違えんな。アビロック倒した。あ、やばい。今、水気もある。でもこのビームくんも嫌だからね。バリアにかかってさ、ルパンの下行くかなと思ったら、まだか。やばいやばい。でも金に育ったから
これで OK だね。よし、あとは SS 放てば勝てそう。なんかそんなに強くないかも、思ったよりいける気がするとか言って、油断をしてるとやられちゃいますからね。頑張りますよ。小山先生、ゆいちゃんってなんだっけ、敵に突撃し、突撃か、弱点じゃないからな。まだいくか、入ってるうちにすごいくらいする、怖いけど。お、いい配置だよ、いい配置だよ、すごいいい配置だよ。触れた敵だってことする。ドン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 、そういい感じ。ガイル君、殺してけ、闇剣てくれ。死と共に。おおおお、どうした、おっと強っ。おお、しかも二度ロした、二度ロした、超嬉しいんだけど。やった、あ、結構そんなに難しくない、これもいける。やった、神出鬼没のライドロボゲットだぜ。出た、やったねこれで神化したいもんです。なんかルパン運極目指したいでもってモンスターボックス取得順にして見てみようか。ちょっと見てみたいと思います。ルパン三世、アンチダメージオール、ルパンの愛獣、自身のスピードがアップ、エナジーサークル S っていうことでね、まあ神化させていきたいなと思います。あと次がゼニガタ警部、アンチダメージオール、ついに見つけたぞ、自身のスピードがアップ、マンメレーザー、そうなんや、なるほどなるほど。で神化が、ふじこちゃんに、ゴエモンに、おっちゃんさん、次元にみたいです。まあ頑張っていきたいと思います。はい、そんなわけでマミチャンネルずっとやってるので、よかったらフォローしてください。あとチャンネル登録次4万人目指してるので、よかったらチャンネル登録のよろしくお願いします。方よろしくお願いします、チャンネル登録の方。記念枠とか取ったりしてるので頑張ってます。あとチャンネル違うコメントもお待ちしております。で今日のコーデです、パッてってそうで、緑ジャケットに黒のシャツ着て、ちょっとルパン風みたいな感じでした。とさん、はい、そんなわけで今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。